皆さん、こんにちは。たすがいナイスです。サイドオーダー、やっていきましょう。はい。前回の続き、16F からですね。今回使用する武器は弓。風化のパレットですね。で、こんな感じになっておりますと。飯田がやってくれるハッキングに関しては、前回参照ということで、よろしくお願いします。ということで、16F からやっていきましょう。さあ、自販機コーナー、メインショットダメージ、メイン射程ということで、まあ、メインショットダメージ上げていった方が、まあ、強いんじゃないかな、ということで、メインショットダメージ上げていきましょう。さあ、かっちりと。さあ、16F、群れと飛び跳ねるなんとかかんとかって書いてありましたね。さあ、行きましょう。さあ、これはポータル破壊ですね。ポータル破壊ということで、とりあえず下から破壊していくか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ちょっと、ちょっと、よいしょ、よいしょ、よいしょ、後ろからね、来てる可能性があるんですけど、オッケー。さあ、このね、爆破でね、巻き込んで倒していきます。で、左と奥かなに、多分あると思うので、雨フラッシュ降らして、ポイズンミスト置いて、一旦この辺の雑魚を処理していきますか。まあ、難しいなのでね、ちょっと、待って、リッターがいる、リッターがいる、危ねえ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、待って、イカロールが出ない。待って、イカロール、待って、イカロールが全然出ない。ダメージ食らってるとダメなのか。これさ、多分、こういうことだよな。よいしょ。よいしょ。いや、きつ。さあ、しっかり回避して、ほっ、オッケー。撃破していく。いった、ダメージ食らった後のスローでかすぎるんだけど、マジでやっば。ちょよしよしよし、回復して、よいしょ。これフルチャしてさ、殴っていった方がいいんじゃね。よいしょよいしょよいしょ、オッケー。あと1個。基本的にね、近距離ダメージを上げたわけなので、この近距離で殴っていった方がいいっちゃいいんですけど、さあ、リッターがおりますので、リッターね、ここ濡れないんだよね。オッケー、濡れない、オッケー。さあ、登って。よいしょ。あい、やっばい、やっばい、やっばい。で、チャパチャパもね、意外と火力が出るはずだから、チャパチャパも利用しつつ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ、近距離ダメージがね、上がっておりますので、それも利用していきたいんですが、とりあえず、お前は鬱陶しい。オッケー。さあ、とりあえず、ここの倒して、さあ、こっち側から回っていきましょう。さあ、いやー、敵の枠速度が、速え、速え。オッケー、左から来るやつを先に処理して、よいしょ、オッケー、よいしょ。さあ、これで終わりですね。さあ、ハンチャでしっかりとダメージを与えて、よいしょ、オッケー、撃破していく。ふぅ、きつい。さあ、ジュエロフク F、群れと飛び跳ねの二つ山のフロアクリアです。さあ、次行きましょう。ディスクパーツ、インクボトル、時間ドローンゲージということで、まあ、インクボトルかな。インクボトルもらっていきますか。まあ、普通なのでさすがにイージーでしょう。狙って吹っ飛ばすフロアやっていきましょう。さあ、行きましょう。さあ、弓ですね。狙って吹っ飛ばすということで、さあ、ポータル破壊ですね。ああ、なるほど。さあ、しっかりと、よいしょ、よいしょ。待って、これさ、しっかりと溜めてから、よいしょ。ちょい。あ、そういうこと？そういうことね。はいはいはい、わかりました、わかりました。ってことで、多分、こうしたらいい。ああ、ちょっとずれたな。ちょっとずれましたね。まあ、多分、この、こいつらを利用して、吹っ飛ばせってことだと思うんですけど、よいしょ、よいしょ、止まんねえわ。この辺、むずいな、まっすぐ、あ、でも、まあまあいいとこ行った。さあ、まあまあいいとこ行って、右の方、ちょっともうちょいさ、オッケー、とりあえず1個撃破しまして、さあ、まあ、とりあえずこいつらを適当に利用して、やっていけばいいんでしょう、おら。ということで、よいしょ、さあ、ここのも倒して、ここのも倒して、ここ、これどう？オッケー、撃破していく。さすがにイージー。さあ、銃のナイフ狙って吹っ飛ばすフロアクリアです。さあ、続きまして、難しい。しかもイカダッシュがトラブルということで。どうしよっかな。じゃあちょっとトラブルマスでイカダッシュもらっていきますか。まあ、イカダッシュも多分使えるでしょう。まあ、そこそこ悪くない。てかさ、移動系全然取れてなくない？ひたすら投げまくるなんとかかんとかって書いてありましたね。オッケー。行きましょう。さあ、アイテムドロップなし。ということで、エリアを守れ。こっか。オッケー。さあ、ここのエリアを守れ。ということで、守っていきましょう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。上のやつを狙う。よいしょ。あー、削りきれんかった。おい。よいしょ。オッケー。さあ、撃破。ホン！オッケー。あ、ここそんな難しくなさそうですね。一応難しいだったんですけど、弓の射程があれば問題なさそう。待って、カウント長すぎ、ワロタンゴ。よいしょ。さあ、とりあえず上のやつを撃破。ここを撃破。ここも、あ、なんかまとめていったらしい。オッケー。さあ、しっかりとインク回復しまして、インク回復速度もね、そこそこありますね。ポイント。
ポンと。オッケー、ここのもやってくれた。オッケー。あ、さすがにイージーっぽいな、結構。結構イージーっぽい。よいしょ。オッケー。もう終わりかな。もうこれで終わりですね。はい、ということで、お疲れ様でした。もう何もしなくてもよくない？もう多分勝ったよ。よいしょっと。まあ一応、倒せるだけは倒していきますが、オッケー、18F クリアと。難しいの割に簡単でしたね。ひたすら投げ込まれる窮屈なフロア。てか、あれか。あの、弓っていう武器が結構このフロアに対して強かったのかな。まあそういうのもありそうですね。チャージキープ遅くしたインクショットダメージ。まあダメージ、まあチャージキープは正直使わないから、この二つのどっちかなんですけど、でも遅くした敵ダメージの方が強そうだからこっちもらっていきますか。こっち重ねていきましょう。さあ 19F、とにかく行き来する二つ山のフロアということでやっていきましょう。行き来しろと言われましたので行き来していきましょう。さあエリア二つ。はいはいはい、なるほど。エリア二つというと、ここ、登れない。ということで、二つのエリアを守っていかなければならないと。ほいっと。さあしっかりとポイズンミストを投げて、さあ、遅くした敵に対してのダメージを与えて、800、結構えぐいダメージしてるね。よいしょ、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 オッケー、爆発ダメージでしっかりとダメージを与えていって、さあ、向こう側参りましょう。そっか、向こう側も濡れてないからか。向こう側濡れてないから、よいしょ、よいしょ、カウントが進んでないんですね。オッケー。なんだ、あいつ。なんか、えぐいのいるけど。さあ、とりあえず、多分、あるやつを、よいしょっと。よいしょっと。オッケー。さあ、こいつ倒して、オッケー、エリア確保。なんかやばそうなのいるんだけど。さあとりあえず雨フラッシュでダメージを与えてみるが、さあどうだ。あー、とりあえずあいつを倒してくれてそう。オッケー。さあここの倒して塗り返す。とりあえず今んとこ暇ですね。とりあえずこの辺にいるやつを適当に倒していって、んまた湧きましたね。あいつ何なんだろう。あいつなんか変なのを沸かせるみたいな、そういうあれかな。よいしょっと。さあしっかりとねポイズンミストを利用していって、これさ、爆発ダメージの方が実は強いみたいな話ありそう。あ、待って待って、なんかいる、なんかいる。見えないところから。よいしょっと。よいしょっと。よいしょ。よいしょ。オッケー。さあ、しっかりと塗り返して、オッケー。で、反対側は、反対側やっぱ取られてますね。オッケー。さあ、とりあえずここのを撃破していって、塗り取っていきます。オッケー。で、アーマーもらって、よいしょ。よいしょ。あ、終わった。オッケー。はい、19F クリアと。まあ、難しくした敵と言ってもね、意外と結構簡単でしたね。ハチさんおそらく次のフラワーボスですと、慎重に慎重を重ねて、飯田心配、次、私もいいし、ハチさん大丈夫だって、先輩、おせっかいなとこは昔変わらないな。かわいいにかっこいいを重ねる姫先輩、尊すぎます。昔と違うとこもあるみたいだね。はい、ということで、20F やっていきましょう。さあ、積層と炎天のフロアということでやっていきましょう。炎天じゃねえわ、回転だわ。普通に回転で良さそうだった。なんかさ、これさ、SAO で見たことあるぞ。さあ、回線ロンドということで。さあ、これは何をすればいいんですか？よいしょっと。さあ、とりあえず、ここのをやって、よいしょ、多分あれだな。多分下からやっていった方がいいんだな。よいしょっと。多分こいつらを攻撃していけばいいんだと思うけど。よいしょっと。よいしょっと。さあ、しっかりインクを回復しながら下がって、ポイズンミストを投げて、待って、なんか、待って。なんかやばそう。あ、なるほどね。あそこに入っちゃいけないのね。了解。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って。まずい。見つかると攻撃されます。かしこまり。これね、多分反対回りの方がいいな。よいしょ。よいしょっと。よいしょっと。多分ね、これ爆発ダメージ使っていった方が強いんだ。待って、敵に与えるダメージ少なくねえか。あ、気のせいか。オッケー、さあ、とりあえずこの辺のドロップアイテムもらっていきまして。痛いよ。よいしょ。発見された。逃げるが勝ち。あれか？あれだな。とりあえず、オッケー、撃破していく。さあ、次、お前。よいしょ。これさ、1段ずつしか多分できないよね。なんか来そう、注意しろ、了解。まあとりあえずは、ここに、よいしょ。え、待って、それ貫通かよ。貫通は効いてないってマジ。待って、いったい。ちょっと待って、貫通は効いてないっす。よいしょ、あった。さあ、とりあえずドローンゲージを回復させていきまして、ダメージを与える場所はどこだ？こっちだな。よいしょ、ダメージを与えてきます。オッケー、撃破していく。さあ最後まで気を抜くなと言われまして、しっかりとね回復していって、さあポイズンミストを投げまして、よいしょっと。さあ敵からね、敵がね近づけないようにしっかりとねポイズンミストを利用してやっていきます。よいしょ。オッケー、回転するやつを破壊したかったけど無理だったな。よいしょ。とりあえずは今暇そうだな。ほっ、よいしょ。反対回りでしっかりとね撃破していきます。よいしょ。ポイズンミスト投げて、敵の動きを遅くして、しっかりインク回復して、よいしょっと。さあ、ダメージを与えていきましょう。さあ、雑魚を処理しつつ、
やっぱね、サーモンランと同じですよ。雑魚処理はね、大切ですので。ほいしょっと。さあ、ミスト投げまして、ミストじゃない、雨投げまして、雨のダメージも結構多分バカにはならないはず。よいしょ。ちょっと。ダメージが全然与えられてない。ほら、オッケー、さあ、撃破して。さあ、なんか来た。さあ、なんか来ますね。よいしょ。ボム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 きっつ。これ、あ、これ続きからなんですね、一応。いや、ボム連打きっつ。シンプルにきつくて笑った。ということで、さあ、とりあえずね、この辺から、遮蔽から殴っていきますか。遮蔽から殴れる限り殴っていきましょう。で、これ多分ね、全部ダメージ与えて、なんかまとめて撃破していった方が多分強い。あら、よいしょっと。トリプルトルネード、トリプルトルネード強いんだってマジ。よいしょ、よいしょ。まず、インク回復して。よいしょ、よいしょ、よいしょ、インク回復して、雑魚を処理していきます。さあ、雑魚処理大切。さあ、しっかりインク回復して。よいしょ。危ない。危ねえ。オッケー。さあ、コマゲットしま、あー、コマ爆発しちゃった。オッケー。さあ、姫ドローンがしっかりとね、ボムを投げてくれていますが。きつい。とりあえずお前だな。とりあえずお前を撃破して。さあ、とりあえず見つからないように一旦スルーして。さあ、これをね、どっかに投げつけていきましょう。ここ！なんかまっすぐ飛ばねえな、こいつ。さあ、しっかりと雨でダメージを入れていきたいところで、ありますが、こいつはさ、雨ダメージ入ってないのかもしれませんね、結構。なんか入ってなさそう。ということで、一旦カメラをスルーして、上のやつにもダメージを与えていく。さあ、なんか来た。さあ、これインク回復しておいた方がよくて。オッケー。よいしょ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 。あ、やばい。インクが。インクがねえ。インクがねえ。危ねえ。ほ。これ、追尾か。これ、追尾だな。移動速度が遅い。ダメージ食らってると、マジでインク、移動速度が遅すぎて、きつい。よいしょ。いや、ボス、つえ！よいしょ。さあ、しっかり雨を降らせて。やべえ、全然ダメージ与えられてね。よいしょ。全然ダメージ与えられていない。きつ！よいしょ。待って、それ入る。あー、うまい。よいしょ。きついんだけど、これ。マジで言ってんの？えぐ！えぐすぎ、えぐすぎ、えぐすぎ。よいしょ。ポイズンミスト。痛い痛い。よいしょ。きっつい、きっつ。きっつすぎるんだけど、マジで。よいしょ。いや、痛い、痛い。よいしょ。よいしょ。こいつな、なんか、うまく利用できるといいんだろうけど、うまく利用できねえ、なかなか。よいしょ。よいしょ。きっつ。きっついよ、これ。どうすんの？これさ、結局さ、もう近づいて、もうダメージ与えまくるしかないみたいな話？ありそう、全然。よいしょ。よいしょ。よいしょ。無理！無理！でもダメージは結構蓄積していってるから。よいしょ。さあ、一段撃破。オッケー。さあ、アーマーゲッツ。よいしょ。待って、逆回りだ。逆回りだな、これ。よいしょ。逆回りのはず。さあ、回転来た。ああ、ボム連打来た。ボムもね、結構当たり判定でかいから、きついんだよな、これ。よいしょ。多分ね、これ、チャパチャパ打ちの方が強い。よいしょ。さあ、インク回復して。インク回復して。よいしょ。よいしょ。ミスト投げて、チャパチャパ打ち。チャパチャパ打ちと爆発もね結構強いはず。よいしょ。待って、酸欠になってきた。まずい。よいしょ。まずい、酸欠になってきた。これ雑魚処理に使うんだな、多分。雑魚処理に使った方が強そう。よいしょ。あ、待って、インクが、インク回復しなかった。スペシャル溜まってなかった。よいしょ。スペシャル溜まったので投げていきます。よいしょ。オッケー、撃破。ここも撃破。オッケー、2段練習。オッケー、オッケー。さあ、しっかり下がって。よいしょっと。さあ、塗り取って。さあ、ミスト投げて。さあ、ダメージ与えてきます。さあ、カメラは、カメラは今のところ大丈夫そう。
よいしょ、ダメージ与えて、ダメージ与えて、ちょっと無理。うーん、一旦回復して、一旦待ちですね、これ。さあ、ここ、ここ、ほっ、オッケー。さあ、コマゲットしまして、このコマを適当に、ほら、やっぱまっすぐ飛ばねえ、こいつ。まっすぐ飛んでくれ、マジ。よいしょ。ほい。ほい。さあ、ダメージ蓄積させていきましょう。最後の3段、火力高すぎるんだけど、マジ。さあ、なんだ？レーザー。レーザーということで、さあ、しっかりとね、キャラコンで避けていきたいところを、キャラコンで避けていきたいところを。よいしょ。よいしょ。キャラコンで全然避けれていない。オッケー。ほっ。ほっ。オッケー。ポン。雨投げて。よいしょ。さあ、ダメージ入れていきます。雨のダメージもやっぱ大したことはねえな。よいしょ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 。ほっ。ほっ。さあ、ダメージ蓄積させていきましょう。投げるべきは？ここ。違うな。全然違うとこに行ったな。思ってる場所と全然違うとこに行きました。さあ、ミスト投げて、さあ、雑魚を処理しつつ、さあ、ダメージを当てていきます。ダメージを与えて、オッケー。さあ、しっかりとカメラスルーして、よいしょ。ポン！オッケー、撃破。さあ、しっかりとカメラ避けまして、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ、インクが落ちました。ポイズンミスト投げて、よいしょ。サンキュー。さあ、ドローンゲージもゲット。さあ、インク回復、拾う必要なかったな。拾う必要なかったですけど、さあ、あと2段。あと2段。さあ、しっかりカメラ避けて、ポン！さあ、ダメージを一応蓄積させておいて、オッケー。ポン！さあ、ダメージ、ダメージは多分当たんないな、あれ。よいしょ。よいしょ。さあ、雨とミスト投げて、さあ、雑魚を処理していきます。さあ、ラストワン！ラストワンです！さあ、攻撃きます。さあ、攻撃きます。さあ、どっちだ？ビームですね。ビームの方が避けにくいんだって、マジで。ビーム避けんの無事、マジ。サーモンランだったら避けれるのに！いやあのレーザー避けれねえって、どうやって避けるんだあのレーザー。無理だって。いやー惜しい。20F で終わってしまいました。惜しかったな。あと1段だったのに。あのレーザーどうやって避けんの？避けれないんだけどあれ。はい、ということで、リザルト3001ポイントプラス、3010ポイントプラス、さあ13710ポイントゲットしまして。いや、鍵もう一つ欲しかったな。真珠138か。少ねえ。真珠のニュース結構難しいですね。はい、ということで、20F で終わってしまいましたが。いやー、惜しかったな。20F クリアしたかったな。とりあえず、ロッカー開けていきましょう。さあ、何かのパレットをゲットしました。お、バケットスロッシャーですね。マンタロウのパレットをゲットしました。うお、マントロウくんのパレットじゃん。そういや、ラノーマットってアーティスト名、ん？ラノマットってアーティスト名活用な。マンタロウよがそっちで売っていけばいいのに。ラノマットの正体ってマンタロウさんだったんですか？ちょっとアイスさんわかんないんですけど。いやー、悔しい。あと1段だったのに。しかもなんか絶妙に追尾してくるからさ、避けれねえ。多分これ、あれ内側に入らないと避けないんですね、多分。外側にいたらもうそもそも避けれなくて、多分内側に入ってなんとか下をかいくぐるみたいな避け方をしなきゃいけないのかなみたいな、そんな感じでしたね。いやー悔しい。20回はクリアしたかったな。弓の挑戦は一旦ここまでということで、次回はね、今回手に入れたバケットスロッシャー使ってやっていきたいと思います。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。